高村忠しは、日本のファッションイラストレーター。服飾研究家。文化学園大学服装学部ファッションクリエーション、学科教授、文化学園大学大学院、生活環境学研究科教授。1964年、広島県生まれ、東京学芸大学教育学部卒業。桑沢デザイン研究所ドレスデザイン科卒業。 在学中にファッションイラストレーター斉藤玲子のアシスタントに従事する。大学卒業後にアトリエキュビスを設立。以後、出版社、広告代理店、アパレルメーカー等でファッションイラスト、デザインを中心に活動する。東京モード学園、文化服装学院、万端ンンデザイン研究所等の講師を経て、2007年には文化女子大学の准教授に着任。 2011年より文化学園大学ファッションが研究室室長。2012年より文化学園大学大学院アドバンストファッションデザイン専修担当教授となる。また、東京工業大学ファッションデザイン概論の非常勤講師も務める。著書については英語、フランス語、中国語などにも翻訳されて広く読まれている。ワンダーフェスティバル2019夏では ワコムブース内でゼブラッシュと CLO が広げるデジタルファッションデザインの世界の講師を担当した。ありがとうございます。